最新、2023年に結婚した韓国芸能人6選。最近の韓国芸能界では、熱愛にしろ結婚にしろ、秘密主義が主流になっているため、突然報道されてびっくりすることが多いですね。2023年の韓国芸能界も結婚発表が相次ぎました。今回は、その中から6組のカップルを選んでご紹介します。イスンギ、イダイン。最初にご紹介するのは、イスンギさんとイダインさん、30代の俳優同士のカップルです。お二人は、2023年4月7日に結婚しました。イスンギさんは、1987年1月13日、ソウル市生まれの36歳で、俳優や歌手に MC として、マルチな活躍を見せる国民的タレントです。2004年、アルバム、ダの夢をリリースし、17歳で歌手デビュー。彼独自の自由奔放さと飾らないボーカルで、一気にスターダムに上り詰めます。また、歌手デビュー後、2006年に、ドラマ、噂の散る姫で、俳優としての活動を開始し、2009年のドラマ、華麗なる遺産では、初主演を務め、47% という高視聴率を記録して、演技大賞、特別企画部門演技賞を受賞しました。一方、お相手のイダインさんは、1992年11月5日、ソウル市生まれの31歳で、母に女優キョンミリさん、姉に女優イユビさんを持つ女優です。2014年のドラマ、20歳で、大胆なキスシーンを演じて話題になり、2016年のファランでも存在感を示しました。その後も、2018年のドラマ、ここに来て抱きしめて、2019年、ドクター・プリズナー、2020年、アリスなどで活動を続け、女優として、着実に成長を遂げています。二人は、2021年5月に、交際約半年で熱愛に至ったことを認め、2023年2月には結婚を発表、同年4月7日に挙式することを伝えました。結婚式には、キム・ナムギルさんやアストロのチャウヌさんに、スーパー・ジュニアのウニョクさん、キュヒョンさん、ヒチョルさん、シウォンさんなど、そうそうたる顔ぶれが集結しました。そして、2023年11月に、イダインさんが妊娠を発表。翌年2月に出産予定とのことです。ユーユの、ラハナ。続いてご紹介するのは、俳優のユンウノさんとミュージカル女優のナハナさんのカップルです。2023年8月28日に結婚を報告しました。ユンウノさんは、1992年7月20日生まれの31歳です。2016年に、ブロマンスのメンバーとして音楽界デビューしますが、グループ活動だけでなく、ソロ歌手としても、ドラマ、力の強い女、ドボンソニア、マンツーマン、君だけのボディガードに、スーツ、運命の選択など、様々な作品の OST に参加して、ボーカルの腕前を披露しました。その後、ミュージカル、イムンセを皮切りに、ナビレラ、スリルミー、スウィーニートットなど、俳優として活躍しています。一方、お相手のナハナさんは、2016年、ミュージカル、トリアングレーでデビューすると、ミュージカル俳優として、イン・ザ・ハイツ、エドガー・アラン・ポー、イムンセ、ビッグ・フィッシュなどで活躍しています。二人は、2023年8月28日に、お互いのインスタグラムを更新し、直筆で結婚を報告しました。馴れ初めははっきりしませんが、ユン・ウノさんの言葉によれば、二人が友人として、また恋人として合わせて、5年の交際期間があること、また、二人がミュージカル、イムンセで共演していることから、そこがきっかけのように見えます。カン・ハンナ、日本人男性。3組目にご紹介するのは、日本で活動するタレントで、歌人のカン・ハンナさんと日本人男性のカップルです。
2023年7月25日に結婚を報告しました。カン・ハンナさんは1981年ソウル市生まれの42歳です。2007年にメザーニュースの気象キャスターとして活動を開始し、経済専門チャンネルの MC やコラムニストなどの活動を経て2011年に来日しました。 NHK の短歌で胸キュンでの出演をきっかけに短歌を読み始め、今も NHK 短歌にレギュラーで出演中です。角川短歌賞では3年連続で入選を果たし、2019年には第1歌集まだまだですを出版して史上初の外国人歌人としてデビューしました。そして2020年には第21回現代短歌新人賞を受賞します。その他美容や健康品のプロデュースも手掛けるなど活動の幅を広げています。そんなカン・ハンナさんが2023年7月に自身の SNS を更新するとともに、文芸誌短歌の8月号でも日本人である一般男性と結婚することを発表し注目を集めました。2人の出会いは14年前、まだ彼女が韓国で活動していた時期のようですが、それ以上詳しいことは分かっていません。シム・ヒョンタク、日本人女性。4組目にご紹介するのは、ドラえもん好きとして有名な演技派俳優のシム・ヒョンタクさんと18歳年下の日本人女性平井沙耶さんのカップルです。2023年7月8日に日本で結婚式を挙げました。シム・ヒョンタクさんは1978年1月12日ソウル市生まれの45歳、モデル出身でドラマや映画のほかバラエティ番組でも活躍し、大のドラえもん好きとしても有名です。2001年ドラマ男と女私たちダイエットしましょうかで俳優デビューすると、その後野人時代や無職脱出にドラゴン桜など数多くの作品に出演。最近ではタイムス未来からの SOS や組穂と危険な同居などで活躍しています。一方お相手の平井沙耶さんは18歳年下の27歳の一般女性で、大手玩具メーカーであるバンダイに勤めていたそうです。ドラえもんの大ファンであるシム・ヒョンタクさんは4年前の日本での滞在中、バンダイの社員だった沙耶さんに会い恋人関係に発展しました。沙耶さんはシム・ヒョンタクさんと交際を始めると、バンダイを辞めて韓国に来たと明かしています。2人は日本と韓国の遠距離の関係を4年間も続けますが、その間シムさんは非常に積極的なアプローチをしたそうです。2023年4月、シムさんはサヤさんと4年間の交際を経て7月に結婚することを認めました。そして2023年7月8日に日本で結婚式を挙げ、8月には韓国で2度目の結婚式を挙げています。ソン・ドンウン、一般女性。5組目にご紹介するのはハイライトのソン・ドンウンさんと一般女性のカップルです。2023年6月に結婚することを電撃発表しました。ソン・ドンウンさんは1991年6月6日釜山広域市生まれの32歳。2009年ボーイズグループビーストのメンバーとしてデビューすると、ショックやビューティフル、ナイトなど数々のヒット曲をリリースし音楽ファンを魅了しました。またミュージカルではキャッチミーイフユーキャンや砂の時計に偉大なるギャツビー、ドラマでは捕まえたい奴ら、今日のウェブトゥーンなどに出演し、役者としても活躍しています。ビーストが現在のハイライトになるまでチームメンバーとして活動しましたが、2019年5月から2020年12月までは兵役についてます。ソン・ドンウンさんは2023年6月に結婚の電撃発表をし、9月に一般女性と結婚しました。結婚式は
家族と友人だけで非公開で行われたようです。現役として活躍するアイドルの結婚にファンの動揺は大きかったようです。とはいえ東方神起のチャンミンさんなど既婚者の現役アイドルは増えています。ソン・ドンウンさんは結婚後もハイライトのメンバーとして、またシンガーソングライターや万能エンターテイナーとして活動を続けるようなので、新たな既婚者ドルとして今後の活躍に期待しましょう。ソン・ジュンギ、元女優、イギリス人女性。最後にご紹介するのはソン・ギュンガンスキャンダルで注目を浴びた新韓流スターのソン・ジュンギさんと元女優のイギリス人女性ケイティ・ルイス・サンダースさんのカップルです。2023年1月30日に結婚と妊娠を発表し、大きな話題となりました。実はソン・ジュンギさんは2017年に太陽の末裔で共演したソン・ヘギョさんと結婚と離婚を経験しているので、今回は再婚ということになります。ソン・ジュンギさんは1985年9月19日デジョン広域市生まれの38歳です。大学在学中の2008年に映画サンファジョム運命その愛で映画デビューすると、2010年には人気ドラマときめきソン・ギュンガンスキャンダルで色男役を公演し注目を浴びます。そして2012年にはドラマ優しい男や映画私の狼少年に出演し大ブレイクしました。2013年から2015年は兵役に就きましたが、復帰後の初作品となった太陽の末裔では人気を博し、2016年演技大賞大賞を受賞。女性より美しい男性とも呼ばれ、女性ファンを中心に人気急上昇中の俳優ですが、音楽番組の MC としても高い評価を受けています。一方再婚相手のケイティ・ルイス・サンダースさんは1984年7月21日英国生まれの39歳。2002年にイタリアで映画愛と呼ばれる旅でデビューすると、20本以上の映画やドラマに出演しましたが、2018年からは俳優活動を休止しているようです。代表的出演作品にはスコーピオン・キング5やインモラル・ルームなどが挙げられます。2人は2022年から交際が明かされ話題を集めていましたが、短期間の熱愛と妊娠で2023年1月のスピード結婚に至りました。6月には第一子となる男の子が誕生し、幸せなプライベートを送っているようです。馴れ初めについてはドラマヴィンチェンツォの撮影でイタリアマフィアの専門弁護士役を演じるソン・ジュンギさんのイタリア語教師を務めたのが、イタリアで幼少期を過ごしたケイティ・ルイーズ・サンダースさんだったのがきっかけと推測されています。まとめ、いかがでしたでしょうか。2023年に結婚した芸能人を何組か選んでご紹介しましたが、結果的に芸能人同士よりも芸能人と一般人のカップルが多くなりました。そのためお相手の一般の方の情報が少なく不完全燃焼的な紹介記事になってしまった点はご容赦ください。来年はさらに驚きのビッグカップルの紹介ができることを期待したいですね。